でそうすると蓮舫さんがわって喋ってるのしか聞こえないと、あ、これ一般の人はちょっと怖く感じるだろうなって。でかつ、まあ、今回ってあの無党派層をね、やっぱり日本最大の無党派層の取り合い合戦じゃないですか、東京都知事選なんていうのは。でやっぱり無党派層が安心できるような人ではないとやっぱりダメだと思うんですよね。選挙戦を振り返ってみるとですね、まあ、小池さん、もともと小池さん一番手として一番最有力の候補として見られてましたけど、もともと2番手だった蓮舫さんが、まあ、今回一応出口の結果だけ見ると3番手になっているということで、これやっぱり一つ今回の都知事選を振り返るので、蓮舫さんがどうしてちょっとやっぱりこう、まあ、事前の調査からすると最後こう伸びきらなかったのかっていうのは、ぜひちょっとあのお二人に分析いただきたいなと思うんですけども、太田さんはどうご覧になってますかね。はい、まあ、私は参議院でご一緒させていただいて、女性議員というのは党派を超えて仲良しなので、蓮舫さん、はい、あのもうちょっと頑張ってもらいたかったなって、あの思うんですけれども、あのやっぱり今回ですね、あの、小池さんがね、あの公務優先ということでね、あの公務ももちろん選挙区の男子はもちろん、まあ、毎日毎日団体さんや業界さんと会うわけですから、はい、 そうですね、それを中心にしたがゆえに、あの街頭演説もあんまりなくて、その同じ土俵で蓮舫さんと戦えなかったっていうか、戦わなかった、それが結局蓮舫さんの露出をものすごい下げてしまって、さっきテレビっておっしゃ、あ、テレビが小池さんか、そうですね、レオさん新聞か、はい、あのいずれにしてもそのテレビでの露出が非常に、むしろ国会議員の時の方がよく見たよなって思うぐらい、あんまり出てこられなかったですよね。小池さんが蓮舫さんと同じ投票で戦いに来なかったと、戦いに来なかったというか、それ戦略かもしれませんけれども、あの同じ投票で戦わないことによって、で結果的に蓮舫さんの露出が減って、そしてあの、まあ、こういう結果につながったと思いますね。やっぱりテレビでよく出てるっていうことがやっぱり地方選につながりますよね、こういう選挙は。なるほど。米山さんどうご覧になってますか、蓮舫さんが、まあ、今回ちょっとあの出口だけでいうと3番手という状況なんですけども、まあ、その要因どうご覧になってますか。まあ、僕はその、まあ、戦略的なところと、まあ、戦術的なところと2つあると思って、はい、戦略的なところではさっき言ったその、まあ、エコチェンバー理論から言って、まあ、そのちょっとロックでシャウトしすぎたと。で僕はあの蓮舫さんの最後 の演説会も行ったんですよ、で、ね、あん中にいるとすごい心地いいんですよ。もうだって、あのもう観客も「わあれは!」と言ってるし、はいはい、そして本人も「わあ!」って言って、はい、あのその中すごい盛り上がるんですよね、はいはい、でところが、まあ、それがですね、まあ、やっぱりその感じが強すぎたんでしょうね。それがこうポップなところに行かなかったっていうのはあると思います。あれ、あの帰ってきてその同じその演説を帰ってきて YouTube で聞くと、このその場のウォーってのが聞こえない。でそうすると蓮舫さんがワーって喋ってるのしか聞こえないと、あ、これ一般の人はちょっと怖く感じるだろうな。でかつ、まあ言葉遣いとかワードのワーディングなんかもやっぱりすごいリベラルっぽいわけですよ。でそうするとこれは J-POP の人にはましてや演歌の人には刺さらない。だからそれはちょっともう少しそのね、あの僕の世代だとチェッカーズ的な、チェッカーズをロックというのか分かんないけど、チェッカーズをロックというならチェッカーズ的ロックと言いますかね、ギザギザハートの子守唄ぐらいにしとけばあのよかったんじゃないのかなって、はい、そこって結構あの売り出し戦略じゃないですか。売り出し戦略の位置がちょっとやっぱりあのリベラルすぎたところある。なるほど。あのいや今のお話非常に説得力があってですね、米山さんにもう一歩踏み込んでお伺いしたいんですけども、まあ、米山さんまさにそのリベラル系の、まあ、知事として知事選を勝たれたわけじゃないですか。定数1の選挙で勝たれたと。でやっぱりその知事選挙で特にこうリベラル系で勝とうと思ったらですよ、その、まあ、当然その自分のところの支持層を固めつつも無党派で、まあ、例えば過半を取り、さらにまあ自民党支持層にも食い込みっていう戦いをして、やっぱり初めて勝てるっていう選挙だと思うんですよね。はい、で今回のその蓮舫さん その戦略っていうのは、まあ、立憲民主党と共産党の支持層を固めるっていうのは非常に見えたんですけど、うん、逆にこの無党派を取りに行くとか、その自民党支持層を崩しに行くっていう戦略は、
もともと結構あったんですか。それでもやっぱりこうなかなかこうエコーチェンバー的に陣営もなってしまって、最終的にこうそっちにやっぱりどうしても寄ってる風に見えてしまったのか、あるいはもともとのちょっとやっぱベースの部分で戦略の部分で少しやっぱり無党派とか自民党支持層へのやっぱりこう向きが足りなかったのか、その辺はどうご覧になってますか。その今の話って もちろんで、はい、かつみんなが実は意識してるはずのことなんですよね。だから当然無党派取らなきゃいけない、保守から取らなきゃいけないって思ってるんですけれども、まあそこはね、本人がやっぱりこう本人って別に本人の悪口を言いたいんじゃないですよ、でもまあ本人も陣営もなんですけど、エコーチェンバーの中にいる人はエコーチェンバーの中にいると思ってないんですよね。なるほど。エコーチェンバーの中にいる人はこれが中道でこれが保守だと思ってるわけですよ。だからそのストーンズのロックが世の中で最もポップだと思ってるわけですね。ポップなものだと思って、なんなら演歌だと思ってるぐらいなところですよね。だからあれはなんていうか、それを取りに行っちゃった、あれが保守を取りに行く戦略だったわけですよ。だからそこが戦略のズレに気がつかないということこそが、まあエコチェンバーというものだと思う。なるほど。いやこれはなんか私が米山さんがそれこそその選挙戦の、まあ、期間中にレオンさんの応援サイトを作られたりとかですね、ツイッターでの投稿も私も拝見してたんですけど、米山さんはやっぱりその戦略はすごく意識されたそのやっぱりメッセージを出し続けていらっしゃったなというのは私もすごく感じたんですよね。ただ一方でその陣営の方はなかなかやっぱりなんていうんですかね、その無党派と自民党を意識したやっぱりメッセージ作りとか政策作りっていうのがちょっとやっぱり弱かったかなっていうのは感じていて、言葉としては思ってたけれども、そうですね、その無党派って思ってる、無党派向けって思ってるのが、いやそれ無党派向けになってないよっていう感じにはなってたと思いますね。これはあれなんですかね、その候補者に由来するものなのか。いやもちろんまあ大前提レイホさんって非常に強い候補だと思うんですよ、なんですけどこれがやっぱ、まあ、都知事選なんで候補者もそうだし、まあ、陣営もあって、まあ、どこでやっぱりその戦略の部分でちょっとやっぱりこうズレがあったのかなっていうのがなんか個人的にはこう振り返る上で非常に気になるところなんですよね。まあ、候補者もそうでしょうし、あとはそれこそ選挙 .com さんに寄せて言うと、まあ、こういうのはやっぱり第三者の、まあ、確かに僕は選挙コンサルみたいなのがそんな好きでもないけど、優秀な選挙コンサルがいたら違ったかもしれない。やっぱりそこはエコチェンバーの中に入ってる人っていうのはそこを分かんないから、まあ、でもそれってある種ほら自分の主義主張だからそれでいい部分もあるわけですよ。そう思ってるからこそリベラルは固まるわけ で本人があんまりそう思ってないとリベラルに固められないから、ね、確かに確かにだからその自分の視点と、まあ、第三者の視点みたいのを入れたらよかったけど、やっぱそこはね、まあ、リベラルの弱いところでそういうのを入れたがらないでしょ。で逆に石丸さんとかきっと、はいはいはい、その手の選挙3本入ってましたよね、はい、そうですね、なるほど。いやでも今のお話ですごくよく分かりました。太田さんは今回の蓮舫さんの結果ご覧になって、はい、太田さんから見て、まあ、蓮舫さんがやっぱり途中失速ちょっとしてしまったからって理由ってどのあたりご覧になってますか。そうですね、私はもう、まあ、よく言われてることだとも思うけれども、蓮舫さんも今回ね、離党して、そして演歌が大好きな人たちにも振り向いてもらいたいと、そして将来 ね、また新しい何か考えておられたんだと思いますよ、そういうことで出られたんだけれども、やっぱりそのポップスじゃないなんだっけ、ロックの中でエイエイってやってるうちにですね、酔っちゃって、演歌のその外にいる演歌の人たちのことがちょっと見えなくなっちゃったのかなと。特にね、政策面でね、やっぱり仕分けをね、どうしても前に出し、お出しになるけれども、今ね、自民党の中で起こっている議論はね、むしろ、なんていうのかな、最近公務員が全然来なくなったとかね、それから辞めちゃう人が多いとかね、やっぱりね、かけるべきところにはね、これ人件費を含めてお金をかけないと、これ行政も政治もおかしくなっちゃうと、仕分けではなくて身のある改革、身を切る改革ではなく身のある改革をしなくちゃダメだっていう意識がね、だんだん強くなってるんですよ。やっぱり今私内閣第一部会長っていうのをやってますけれども、政調での議論でもね、やっぱりこれ身を切る改革行き過ぎた部分があると、でも蓮舫さんは演歌の人がそう言って歌ってるのに、やっぱり仕分けで来られたでしょ。だからね、やっぱり
あの積極財政、財政とまでは言いませんけれども、うん、必要なところにはあの必要な、うん、投資をしていくと、うん、いうことが今一番日本にとってもそれからその政治にとっても行政にとっても大事なところ、うん、そこをねやっぱり、うん、演歌歌ってんだけどね、うん、聞こえていなかったように見えますね、うん、なるほど。あの、うん、このもう一つ私がこうやっぱり気になるのはですね、その蓮舫さんに対する世間のイメージと、まあ、実際にその本人のやっぱりこう本当の思いとか人柄の部分とのやっぱりギャップっていうのはすごいやっぱりあるなと。それあの米山さんのまさにこう作られたサイトでも、まあ、めちゃくちゃその感じたんですけども、いや蓮舫さんっていうのはもちろんその事業仕分けで非常に一躍有名となった方ですけども、あのそういう観点以外にも政治家の引き出しがいっぱいある、ある方で人柄もとしてもいっぱい引き出しのある方なんだけども、やっぱりそれがなかなかこう印象がアップデートされないっていうのは、これはどうしてなんですかね。米山さんから見て どうですか。米山さんはまさにねその応援するサイトも作られてたぐらいなので、やっぱそこに対しての問題意識は非常にお強かったんじゃないかなと思うんですけども、いかがですか。まあでもそこはねやっぱり、まあこれも全然悪く言いたいんじゃ全くないんですけど、まあ、あの印象を変えるって簡単じゃないわけですよ、そりゃ。あのでまあちょっとまた自分に寄せて言うと、僕はほらちょっと非常に印象悪くしたことがあったじゃないですか、株が非常に下がったことがあったじゃないですか、はい、下がった時に、はい、まあ、あのね、妻もいたりなんだりで、はい、でもまあ、 あの妻とかが、もうヨネちゃんがこんなこと次こう悪いことをしたら、うん、私が対抗馬に立ちますみたいな感じで、うん、まあ、あの やりまくってくれたわけですよ。だからそういう意味じゃ、ね、完全にいじられ役になって、はい、そのまあ、それによってやっとこう印象が変わったみたいなとこはあるわけですよね、うん、だから印象を変えようと思ったら、うん、まあ、自分がそんぐらいいじられなきゃいけない、うん、とこは、まあ、あのそれこそ漫才文化的なことを言うなら、うんうんうん、で蓮舫さんやっぱり、ね、いじられるのは苦手な人なのよ。なるほど、確かに、はい、いろいろ驚きますよ ね。驚かないものと、ものすごく驚かされたものと、それぞれやっぱりありますよね。じゃあまず何どっからいく、じゃあものすごい驚いた方からいく、驚いた方から言うと、はい、いいですかね。じゃあ、はい、やっぱり蓮舫さんが3位という、やっぱりそこがやっぱり一番驚きますよね。2位じゃダメなんですか、の蓮舫さん。そうですよね、はい、まさかの2位じゃダメです、2位じゃダメでした、3位でしたっていう感じになっちゃってね。これは何、どういうふうに水井さん見てらっしゃるの。これはね、ただやっぱり僕から見ると、うん、必然だったなっていう感じも正直するわけですよ、はいはいはい、で実はね、はい、この番組に来る前に、うん、立憲民主党のある方からメッセージもらったんですけれども、はい、まあ、今回蓮舫さん の戦いを、まあ、統括してたのは立憲の中で、はい、手塚さんっていう、でその手塚さんとその立憲民主党の議員の方は話されたと、うん、で今回は小選挙区のね、うん、都知事選、小選挙区って当選者1人なんで、はい、そういう当選者1人の戦いなんで、うん、立憲民主党と共産党の票だけ固めりゃ勝つんだと手塚さんに言われたって言うんですよね。あ、ただね、同じような話聞いたことあるよ。で実際に選挙戦出てみると、共産党の人ともうはけてべったりという印象しか受けないような選挙戦だったんですよ。まあ本当にこうね、共産党の参院議員の人とかゴロゴロゴロ、吉良よし子さんとかガラガラ来たりとかね、あとはその赤旗系でももう蓮舎さん候補士ですかというようなものも ありましたよね。いやいや、赤旗はもうだってあれでしょ、昨日か一昨日赤旗僕買ってみたら、うん、もう一面蓮舎さん、あと最後のなんだ、最後の追い上げじゃないけど、なんか最後頑張れみたいな、もう完全に共産党公認候補みたいに赤旗は。そうですよね。だってもう3日前衝撃的だったのが、うん、野田佳彦さん、はい、まあ、野田さんって言うてもね、一応総理経験者で、うん、まあ民主党、今の立憲民主党の中で一応保守だと、うん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 、お父さん自衛隊でね、父が自衛隊のせがれで、結構だから保守層には立憲民主党は嫌いだけど、うん、野田さんならいいっていう人いるんですよ、うん、現に僕ここで共演させてもらった日本維新の会の馬場さん、あ、彼なんかも立憲民主党大嫌いで、もう、うん、早く亡くなっちゃいとかぶっ潰すって言ってるのに、うん、野田さんはいいんですよ、うん、野田さんとはね、言ってるのが夜一緒に飲んだりもしてるし、ね、あ、そういう野田さんと、うん、なんと共産党の C、 今議長だ、うん、委員長、うん、2人同じタイミング同じ場所で街頭演説したんですよね。さすがに2人並ばなかったけど、うん、野田さん出た後 C さんか、うん、C さんと野田さん順番忘れちゃったけど、うん、でこれを仕組んだのも手塚さんなんですよ。やっぱりね、ちょっと作戦としてね、
やっぱり共産党って僕ここでもちょっと言ったと思うんですけども、うん、公明党と共産党とね、はい、同じように言われることはないですけど全然違う党で、うんうん、やっぱり今回って無党派層をねやっぱり日本最大の無党派層の、はい、取り合い合戦じゃないですか東京都知事選なんていうのは。でやっぱり無党派層が安心できるような人ではないとやっぱりダメだと思うんですよね、はい、そうですね。でそこで立憲民主党が共産党にべったり乗る、さらに言うと、まあ、ここまで言うとちょっとね怖い活動家的な人たちまでね共産系じゃないかもしれないけれども、うん、ちょっと左っぽい活動家系の人たちまで、蓮舫さんその気じゃないかもしれないけれども、なんかこう一体になって選挙戦を自分たちだけでこう盛り上がってるような感じがしたんですよ僕からしてみると。なんか街頭演説も一回行ってみましたけども、彼らすごい盛り上がってましたよ。でやっぱりそういうのを見ると無党派層の人たちだってこれはやっぱりおっかないっていうか、怖いじわじわやっぱり強化みたいなのやっぱり感じるんじゃないですかね。でその結果がこの無党派層が東京15区のこの前の補欠選挙では取れていた、立憲民主党が取れていた無党派層が全然取れなくなっているっていう、この結果に結びついてるんじゃないですかね。だから情勢調査すると、うん、まあねどっから自慢ですけど基本的に無党派層はね、うん、やっぱ石丸さんが取ったんですよ一番。そうです、あ小池さんが取ってる、小池さんより取るってすごいですよね。 あのある社、まあ、ある社出さしみたいなの36% かな。おてて、まあ、他 NHK もそうじゃないかな。 で、うん、で 30% ぐらいで小池さん、うんうん、でね蓮舫さんその半分なんだよ、ね、半分石丸さんの半分で、これどういう選挙かっていうと、まあ、日本最大の選挙ですよね、うん、1400万人の人口があって予算規模でいったらスウェーデンという国家並み の、うん、あの選挙で、うん、で票で言うとね大体ね投票率によるけど、まあ、50% か 60% だとすると、うん、1100万人が有権者いるわけじゃないですか。だから小選挙区だと大体、30万ぐらいとか30万ぐらい、そうです、ね、だから小選挙区衆院議員30から40個分ぐらいの選挙ですよね、うんうん、でも投票率が50だとして大体500-600万票、うん、そうすると自民党とか創価学会、公明党、公明党そばかけてるよね、うん、そばかけさっき言ったおかしいね、公明党創価学会、共産党とか組織票全部抜いていくと大体無党派で、それでも300万票ありますよ、ね、うん、とするとこの実は1000万首都の有権者の票だっていうけど、うん、実は300万票の取り合いなんですよね。 あとは決まったから固定的な、半分はいかないから選挙、この300万票の取り合いの中で、うん、やっぱ石丸さんが今回ごそっと取っていったのが、そうですよ、びっくりしましたよね。まあ、もちろんね蓮舫さん今水内さんおっしゃる通り共産党とがっつり組んだことによって、うん、まあ、無党派が離れていったんだっていう分析も僕は正しいと思うけど、うん、もうそれ以上に、ね、やっぱ石丸さんに課せられたんだろうなって、簡単に一言言っちゃうと、うん、それやっぱ石丸現象がすごかった。石丸さん本当にすごかったですよね、うん、ここ来るまで散々二人でちょっと話したんですけれども、うん、最初蓮舫さんが手を挙げた時っていうのは、はい、自民党がすごくこう低たらくになっていた時で、でやっぱり世論は自民党に離れてるだろう、だからこそ反自民、非自民反小池、どっちだったっけな、反自民非小池って言ってましたね、はい、こういう形でなんとかその無党派的な部分も含めて世の中の支持をドカンと得ようとするっていうのが最初の狙いだったような気がするんですけれども、今結果見てみると全然違う風になったっていう、僕はそこね共産党にちょっとべったりやりすぎてるところが無党派層とかに結構警戒された部分はあるんじゃないかと思うんですけど、米重さんどう思いますか。そうですね、なんか共産党が悪いのかそれともなんか別のものなのかっていうのはちょっとまだ調査からは何とも難しいなっていうのが、まあ率直な感想なんですよね。でさっき第三極思考みたいなお話をちょっとしたと思うんですけど、要はその民主党政権に対する評価が低いっていうのは、まあ今回事前にその1週間前にやった調査とかで結構分かったんですよ、うん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 、つまりその、まあ、やっぱり2009年からの3年間の民主党政権に対する評価はやっぱ低いっていうのが石丸支持層の総じて意見であり、それを既成政党の中であえてどこに投票するかチョイスするとしたら、まあ、自民党とか維新とか国民とか、まあ、そういうところに散らばってた、あと立憲の一部、まあ、そういったところがみんなやっぱり今回石丸さんにまとめられたという、まあ、そういう選挙結果になってるんですよね。でそうするともしかしたら、まあその共産党はどうこうとかというよりも、まあその蓮舫さんがある意味その民主党のなんていうか
ある意味その王子の民主党的なもの その象徴として見られた、例えばその、ね、まあ、事業仕分けとか、好感度が例えば低いとか、なんかそういうことによる原因もちょっと真剣に考えないといけないなという感じはしてます。これ言ったらすごく怒られるかもしれないけども、うん、声聞くだけで嫌だっていう人もいたんですよね、うん、なんか親戚とかで、うん、なんかやっぱりそれはやっぱり昔の刷り込みみたいなのがあるのかなっていう感じがちょっとしたな、うんうん、そうですね。だから今回レオさんすごいやっぱり難しかったなというか、あの非常にその厳しかったんじゃないかなと思うのが、うん、今まで彼女が戦ってきた選挙って参院選なんですよね、うん、まあ、つまりそれってその中選挙区でまあ上位5人とか6人とかに入ればまあ通る、まあ、したがってその自分たちの政党の支持政党を、あの支持層をガチッと固めれば、うんうん、まあ、当選ラインより上には全然いけるという選挙だし、うん、ただ票も減らしてたんですよね、蓮舫さんね。そうですね、前回の選挙だと参院選で67万票ぐらい、そうですね、それまで100万票とかでしたから、ガクッと減らしてはいたんですよね、そうですね、うん、でまあ、あの時はあのもう一人あの松脇明さんだったか、あの要は立憲が2人取れないけど2人立てたっていうところがまあ票割れの原因になってはいるものの、まあ結局その政党ラベルについてきた票を蓮舫さんがガチッと掴んでたっていう、まあそういう多分構造なんで、その枠から今回出ようとしてうまくいかなかった、多分なんかそこにブロッカーがなんかあったんでしょうね。だからそれが政策なのか好感度とか何なのか、個人によるものなのか共産党なのかっていうのは正直ちょっとまだ私も解き明かせてないとか、あまりちょっとしっくりきてないんですけど、まだね、吉田さんの分析が何も、ね、その数字的にその通りだろうと思うし、政治記者的観点で見てやっぱ思ったのは、国政の野党の政治家から脱皮できないまま都知事選戦わせた印象ありましたね。そこがね、やっぱり最初からボタンかけ違いだね、若者支援とかいろいろ言うんだけど、結局やってることは自民党批判とか、あの小池都政批判をするんだけど、でそれでどうするんですかみたいな。そう、ね、あれ参院の予算委員会で、あの、ね、政権追及するときはあのスタイルでいいんだけど。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。